So guys, this is the quick announcement from KK Alpan in the middle of Balkan training. Lounge, you can apply for the staff, assistant, supporter, right? To spokesperson card.オーケストラっていうのが自由なフォルムのまさに音楽バージョンですよね。あ、そうですね、うん、その指揮者によってフリーっていうものが表現されるけど、何回も繰り返す練習によってそのオーケストラの演者たちはルールをもうルールとして抑えてるっていうところ、あの指揮者もあの マイストロの指揮者もですね、あの究極はやっぱりその演奏者に任せるみたいなところがあるみたいで、うん、あの特にプロなんかは、そうするとそこら辺はやっぱり自由なんですよね。つまりその場のスポンタネアス、即興性が、はい、双方にあるって。あ、そうなんですね。指揮者の側も向こうに委ねる時もあるし、まあ当然、はい、演奏するはずっと指揮者見てるわけだから、で指揮者もそのやっぱりあの本番の時とこうあの、まあ、それまで練習あるいはゲネプロの時とやっぱりあのその時のそのやる気持ちの持ちようが違うので、うん、全く違う指揮をしたりする場合も、うんあるあるやっぱり人間なんであるあるそうで、あのね、ケイト・ブランシェットが演じてた映画の女性指揮者の話の映画あったんですけど、あれもね熱演ですごかったんですけどね、あ、まあああいう感じなんでしょうね、本当にオーケストラの指揮者って、ベルリンなんか、まあそうですね、一期一会なんでしょうけど、まあ、もうその時になってみたらわからないゴルゴ作品です。ゴルゴ作品です。ゴルゴ作品。コードはやっぱり複数所持していくことによって、まあその人のフィールドが広がってくるんで、うん、まあスタート地点としての現在のコードですか。それはあの、私あの良いこうコミュニケーションにもつながっていきますもんね。うん、またコードの話とかすると面白いでしょうね。コードの話とか変えなくなっちゃう。いやいや、コード座談会じゃない、あのトークラウンジで、トークラウンジでちゃんとやっていかないと、ね、もうミッドナイトのいいとこなんで、もちろん小論にもつながることですし、あの いろんな面で、まあ、小論だけじゃなくてその実際実技にも、この今年のマイチェアは、はい、本名じゃなくてコードネームをマイチェアにシグニファイドしていく。あ、なるほど。それも面白いですよね。そうやって同じマイチェアでも生成変化していく、意味がどんどんこう訂正されていくっていう、こういうことが普段日常的に行われていることに気づくっていうのが今日の話なんですよ。ぜひ皆さん、じゃあ今年のメンバーシップの皆さん、視聴者さんのコードネーム、はい、Easy Remix の中で、じゃあ、シグニファイにして、テクラで、あの、マイチェアに、コードネームを、コードネーム、コードネームで、Easy Remix同士の会話はコードネームで行う。コードネームいろいろ作ると面白いんですからね。まあ、ちなみにアニキャップのコードネームなんですけども、ね、そうです、はい、コードネームが増殖していく、いいですね、ということによって自分の活躍するフィールドも広がっていくっていう、この拡張していく生成変化っていうのを楽しんでもらうっていう、いいですね。こう毎チェアにコードネームを貼るっていうのは、はい、それは単なる
チェアじゃなくて、はい、象徴化された一つのこうまた広がっていく一つのこうなんかきっかけでもあるし、また単なるチェアじゃないというところが、はい、今後の可能性につながり、はい、広がりが、はい、面白いですね。面白いですね。例えばこの椅子、この赤い椅子に対してコードネームをつけたことによって、いわゆるこれを一般化されたものがアート化するという、これはマルサンティスアート化するんですよ。だから第三の言語なんです、アートを化する。つまりロシア語でも英語でもドイツ語でもない、我々が命じたものがチグニファイされて、この赤いチアと結びついた時に第三の言語、つまりコードネーム。でここにやっぱりいわゆる真髄があるわけですから、その技術論に流れるわけではなくてですね、絵が上手い下手っていう、もちろん上手いより下手の方がいい、下手よりも上手い方がいいに決まってるんですけれども、だけど上手い人間っていうのはいくらでもいるわけじゃないですか。となるとそこにオリジナリティっていうものを付加していくためには、単なる自由じゃなくて、それこそさっきの横田美の講師にこと言ってましたけど、その中にオリジナルのルールを作った上での自由さの中で描きます。それがいわゆるコード化ですよね。マイコードですよね。マイコード、マイコードを作り出すということで、単なるそれは記号で、例えば記号アートってありますけど、例えばまあキース・ヘリングなん、私はあんまり好きじゃないですけども、キース・ヘリングなんていうのはそのコード化されたものっていう感覚はあると思うんですけども、またそこから別の方面に行った時にコード化されたものっていうかですね、そこに前ルール、これまた私の話になっちゃうんですけども、アニキャットとカーボンにはコードがあるんですよ。その中にいわゆるルールがあるんですね。そのルールっていうものの原点は先ほど言いましたように、ムサビの英文の中に出てきたわけなんですけども、やっぱりその私のカーボンの中にも、あれ怪獣ですけれども、カーボンは高度化されている、それの高度化されているものの中にもルールが存在する。そのルールがあってカーボンじゃなくてアニキャットにも同一のものが存在している中で、そこで私のマイモードの道ですね、まだウェイまで行ってませんけども、そういうようなものを描き出そうとしているっていうのはあるんですね。でそれを私は美大出てませんから、美大じゃなくて、あくまでもこのイングリッシュっていうランゲージ、イングリッシュ&ジャパニーズっていう言語化されたものの中から、ビジュアル、ドローイングの方に転換するときに生まれてくるものですので、だから皆さんの場合はドローイングの方からイングリッシュ&ランゲージの方にシフトしてくるときに、そこに一つの道ができますよね。それがその中で発見したものが、もしかしたらあなたの持っているオリジナリティの発見があるかもしれないと、そこにオリジンが投下してくる可能性もあるので、まあコードっていうものに対しての意識向けっていうのはとても意義のあることじゃないかなと今ふと思ったんですけど。